五福島宮島の猿メディアを再生する2009年、宮島の猿は、広島県初日市市の五福島に生息する猿。すべて日本猿。岡田清編、山野春宝祭が、芸州五福島税大共同より長望ノーズ洗上角を、見物する観光客と右下に、幼児屋がいる。左端に猿、右端に鹿がいる。 芸州五島杖東岡幼寺天天の上に猿がいる。ここでも鹿がいる。宮島にいつ頃から猿が生息していたか分かっていないが、野生の猿が生息していたという伝承があり、ただ、宮島の鹿ほどの歴史はないとされる。五島神社の紳士はカラスであり、猿、鹿ともに神社の紳士ではない。五島神社が創建されて以降島自体が神の存在であるとして、 神の島と呼ばれ出し、そこから神の島での不摂生という宮島島民の風習が出来上がった。宮島の歴史において、五福島イコール、宮島イコール神の島であると強調されていく中で、鹿は一般的な神社のような新緑思想から島内で崇められてきたのに対し、猿は人に迷惑をかけていたため未然に追いやられたとされる。江戸時代。 宮島に猿が生息していたことは確定している。これは、天保13年、芸州五福島杖で2枚の挿絵に描かれていること、現在も残るシカザルや猿瓦は、江戸時代から存在していたためである。五福島参りが、坂になり、降楽地、観光地として栄えていくと同時に五福島イコール、宮島イコール神の島が定着していき、多くの文人、僧がその様子を、歌、 海外に残した。そうした中に、宮島では、子ズレザルが芝居見物する未然の森に猿の声を聞くなど残る。当時、日本全国の幼児屋で看板代わりとして猿が飼われており、幼児屋が島内で開店したことで猿が共にやってきたと推察されている。明治時代に入り口した猿は絶滅したと信じられている。これに、 環境 NGO 広島フィールドミュージアムの金井塚、ストムは、江戸時代に猿の個体群がいなかったと結論付けている。理由として、明治期に入り絶滅したと推測できる合理的な理由がないことを挙げている。また江戸期の五福島参り観光ガイド本などの多くで、宮島の街中に猿が多いと書かれているが、五福島杖では、 猿は幼児屋の近くにいるもののみで鹿に比べて圧倒的に登場数が少ないことから、江戸期の観光ガイド本は制作にあたり、自分で見たのではなく、風説をもとに書いており、実際の猿は少なかったとしている。明治初期、山口県岩国市在住の人物が15頭の猿を、五福島神社に奉納したが、その猿が街中で悪さを繰り返したことから、ほぼ半年で捕獲された。 これで明治時代に生息した野生の猿は途絶えたとされる。現代に生息する猿は1962年、小豆島から47頭が移入されっぱなし、獣されたもの。あくまで JMC 宮島研究所が研究対象として導入したもので、目的は宮島での猿の個体群復活と生態学的な学術研究であった。これに、 文化財を管理する文化庁からもいくつか厳しい制限が課せられ、観光利用にも制限がついていた。宮島ロープウェイ終点の獅子岩駅付近に餌場と JMC 宮島研究所が設置され、施設管理はロープウェイ運営会社である広島観光開発が行った。こうした状況から実質的にロープウェイとセットでの観光目的でっぱなし獣したと言われており、 報道では観光会社が猿を連れてきたとしている。2010年宮島ロープウェイ自主が激。周辺に樹木がないのは園外による。猿の存在はロープウェイ集客に好影響を与えたものの、人への園外が問題となった。1970年代に入ると猿を学術的研究から教育的に利用変換しようと、JMC 宮島研究所の野外博物館家が、 始まった。1989年、JMC の運営方針が変わったことにより、JMC 宮島研究所は廃止され、その施設は、広島観光開発が運営する、宮島野園公園となった。そうした中で1995年頃から絵付け、されていた群れが分裂し、野生化し、生息域を拡大していった。猿が百頭ほどに増え深刻な縁害が発生していた。 ことから、さらに動物愛護法改正により、責任問題がより明確になったことから、2010年から2013年にかけて、島内の猿を捕獲し、JMC 本部に再移送された。現在でも島には猿がいるが、これは2010年代の大規模捕獲から逃れた個体であり、警戒心が強く捕獲が厳しいと言われている。宮島歴史民族資料館。 猿瓦が使われている。シカザルかつては獅子神駅周辺に特にいたため注意するよう呼びかけていたが、現在では島内にほぼいない。宮島では猿は野生動物であると強調されており、餌やりの禁止などを呼びかけている。2017年から市街地の一角で二助企画による猿回しが行われている。ありがとうございます。